お疲れ様です。なんかテンション低いですね。めっちゃテンション低いじゃないですか。携帯がさ、故障しましたもんね。本当にね、マジで不便なの。リンゴループっていうね、あのリンゴマークが動かないっていう現象に初めてなって、いろんな理由からそうなることがあるらしいんだけど、水没とか容量パンクとか、私の場合は容量パンクだと思うんだけど、 LINE とか全く使えないっていう状況です。しかもね、データ復旧ができるかわかんないってなって、クラウドを急いで確認したんだけど、全然データが映ってなくて、だからもし初期化ってなったら2年分の思い出が消えちゃうの。ショックでかすぎ。さすがにポジティブに考えられない。なかなかないですよね、こんな落ち込んでるゆうちゃん。この足失ったことに対しては本当に一度持ち込んだことがないの。入院生活の方が辛いって思ってたから、早く退院したいし、早く車椅子乗りたいみたいな感じで、はいはいはい、なんだけどさ、携帯がないってやばいね。写真撮るのがほぼ生きがいみたいなもんですね。365日多分写真撮らないっていう日は2、3日しかないんじゃないかっていうぐらいほぼ毎日撮ってるから、携帯がない生活ってやばいな。ゆうちゃん、携帯なくて時間とかも全然確認できないじゃないですか。だと思ってちょっとプレゼント用意してきました。腕時計です。ほう、ゆうちゃん時間ルーズじゃないですか。いや、ルーズだけど、それは自覚あるけど、時間見れないの致命的じゃないですか。確かに仕事はこなさなきゃいけないので、確かに。ちょっとこれで時間を確認しながら仕事してもらおうかなと思いまして、まあ、3種類あるんですけど、勝手にこれが一番好きかなと思っても組み立てておきました。可愛いね。てか大人っぽいね。時間てか直さないとだよ。でもさ、ちょうどさ、なんかここ服にさ、今今日緑とかも入ってるからさ、色合いなんか良くない？そう、いいと思って可愛い。たまたますごすぎ、似合うかなと思って、まあ、3種類あるんですけど、それが一番いいかなと思って。どんなが3種類なの？でこれが残りの2種類です。あー、でちなみにこれデンマークでデザインされたユニセックスデザインの腕時計らしいです。男女兼用みたいです。へえ、確かにシンプルだからどっちでも使えるって感じ。そのみゆちゃんがつけてる方が北欧デザインのエッセンスを取り込んだミニマルドレスウォッチ。文字盤の円形インデックスが特徴的なデザイン。うん、円形。200m 防水機能を備えた、ありそうでなかった北欧ダイバーズウォッチ、マレっていう種類ですね。続いてがクロノグラフ機能を搭載したベストセラーモデル、アーバー。機能性も兼ね備えた北欧腕時計です。で、どれも傷のつきにくい高級時計にも使用されるサファイアガラス 316L ステンレスなどを使用した最高品質、コスパ最強北欧腕時計みたいです。北欧のデンマークの首都コペンハーゲンで人気デンマーク人俳優と共同で立ち上げたブランドみたいです。販売経路を 100% オンラインに絞ることによって最強のコストパフォーマンスを実現してる、うんうんうん、そう。あとなんか世界自然保護基金の公式パートナーとして売り上げの一部をこう寄付してるらしくて、うん、森林保護とか、うん、海洋保全とか、あ、じゃあ SDGs にも入ってる。あ、そう、動植物の保護とか全世界1500を超えるプロジェクトに貢献してるみたいですね、うん、社会貢献っていう意味で本当にみゆちゃんに会った時かなと。時代だね。で今回はその腕につけてる時計を、今日仕事じゃないですか、結構詰め詰めよ。そう、詰め詰めな仕事なので、仕事とあと結構自分のメンテナンスをね、ストレスにやつれてるからさ。なのでちょっとその腕時計を随時確認しながら、はい、はい、ちょっと行動してもらおうかなと思いますので。なるほど、はい、ささやかながらプレゼントです。時計見る癖ないか大丈夫かな。ちょっと急がないといけない。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、ということでまずは六本木に来ました。とりあえずサロンに向かいたいと思います。はい、雨だよ。ふたとのホリスティックさんに来ました。今日はちょっとアレルギー検査をしてもらうんですけど、アレルギーじゃないと思ってたものがアレルギーだった実はみたいなのが、うん、結構見つけられる感じなので、ちなみに時間大丈夫ですか？ちょっと遅れてます。1軒目から。何ですか？朝10番のサロデン。ありがとうございます。嬉しくてやばい。
べよう。めっちゃ美味しそう。もらいました。では鈴木です、よろしくお願いします。こちらを簡単に書いていただきたくて、はい、お願いします。生まれつきアトピー持ちで、でも治ったんですよね、小さい頃に、治ったんですけど、最初まずメタトラの説明からやっていただくので、画面に映しますね。これだけで測定できちゃうんですね。では行きます。怖いね、この後20分間一番危ないんだって、お酒、私食べ物で体の中で。でもね、お酒の次に来てるのがココナッツとジャガイモで、その後ピスタチオなのジャガイモとピスタチオ大好きなの一番好きな食べ物さ、じゃがりこで、主食がじゃがりこくらいなの腸に合う周波数を入れてもらいました、お水に。これをゆっくり飲みたいと思います。結構自分の好きな食べ物がちょっと体にね合わないってなってたりとか、もともと嫌いって思ってたものが本当に体に合わなくて、あ、食べなくて済んだみたいなのもあって面白かった。塩さ抜かないじゃん、ヘッドホンだから。注射がめっちゃ嫌いやから、あれで検査できるのはいいなと思った。はい、ということでスタバに装飾しました。紅茶ベースのスタバで、日本に5カ所しかないの。東京はね、2カ所あるんだけど、1個が六本木で、せっかく六本木に来たから行きます。超久々に来るの。恵比寿駅に来ました。ちょっと今、若干遅刻気味だから早く急ぐよということで、ホワイトニングサロン来ました。段差があるんで、あげてください。はい、せーの、よいしょ。まず、簡単にお口を磨いてもらいます。で、片側ずつ。はい、完璧です、ありがとうございます結構恥ずかしいです。塗ってきよう。次はピーリング、肌の手入れです。時間大丈夫ですか？時間は半の予約で今 2,3 分前だから、やばい、ちょっとギリかもでも沸いたくない、ね、10分押しぐらいだったんやっぱ。いや、ピーリングに来ました。ここです。じゃあ仰向けでご準備をお願いします。はい、顎から行きますよ。はい、はい、前的にすごい面白いですよサングラスした、ヒゲ生やした人、ね、そうはい、じゃあ行きますよ。ナックピーリングの効果は毛穴の黒ずみだったりとか、毛穴の開きだったりとか、あとやっぱり皆さん今の時期ちょっとマスクで肌荒れする方がすごく増えてるんですけども、マスクによるニキビとか吹き出物とか顎に結構出てる方多いんですけども、そういったものもやっぱり殺菌効果が高いジェルになるので、そういったあのニキビとか吹き出物も結構鎮静、早くする感じの効果はありますね。あとはやっぱりあの今バンバン打ってるのがフォトフェイシャルの光になるので、お肌にハリとかツヤとか弾力を持たせたい方はすごくいいと思います。結構オールマイティーにお肌の悩みには効くタイプのピーリングなので、
ダウンタイムもないからやりやすいと思います、はい、確かになんか終わった後に赤くなるんですか、うん、って質問もあって、なんなかったですよね。全然ならないなと思って、うん、ツヤツヤになりました。ということで次は調子なんだけどさ、めっちゃ燃えてるじゃん。今何時ですか？今3時2分、次3時半から。ありがとうございました。これつけっぱなしやった。帽子だからじゃなくてこれいらん。ありがとうございました。さあ時間どうですか？3時23分くらいで、この後3時半から打ち合わせなんですけど、ここからね、5分くらいだから行き、めちゃめちゃいい感じよ。余裕だったはずなのに2分遅れてます。なぜ？雨がすごくて、ちょっと止むのを待ってたんだよね。そしたら全然止まないからもう慌ててきた。びしょびしょだもん。ファッション関係の打ち合わせをデザイナーさんとします。じゃあ終わりました。次はですね、 TikTok のレセプションパーティーに参加します。ちなみに何時からですか？7時からです。今何分ですか？6時51分です。9分前。ちゃんと人形マークもある。かわいい。完璧ですね。とりあえずイベントに参加してきます。TikTok クリエイティブフェスティバル東京開催の前日に行われたレセプションパーティーの様子は別の動画にして後日アップするので、そちらも楽しみにしててね。9時終了のところ9時になりました。忙しかったね。無事任務完了ということで、時間はこぼらなかったです。ということですね、最近の子は携帯で時間をチェックする人が多いと思うんですけど、まあ、私も含めて一応その時とかさ思ったんやけどさ、携帯とかさ見るとさ、いかにも時間気にしてるだろうみたいなさ、時間大丈夫みたいなのがなんでなん今日も。腕だけやった方がさりげなく時間チェックできるのかなっていうのを感じましたね。あとね、ファッションとしても使いやすいよこれ。ファッションとしても使いやすかったこの時計はオリバーグリーンというブランドで、ミューも帰った後に調べてみました。今回着用したこのアイテムはオリバーグリーンの中でも一番購入しやすい価格のカエリという種類で、カラーはゴールドグリーンです。他にもローズブルーといった女性らしいカラーやブラックやブラウンなど男女ともに使いやすいカラーもありました。梱包はこんな感じで、まずシルバーの袋を開けるとプレミアムクラフト紙でできた箱があり、その箱の中にはパーツごとにアルミニウムの袋で個包装されています。時計本体とベルトがバラバラなのは自分が好きな組み合わせで使えるこのブランドの特徴の一つでもあって、長さ違いの用意もあるので男女それぞれ選ぶことができます。男性スタッフがつけるとこんな感じでした。ちなみにこの時計はアーバーという種類で、タイマー機能と日付表示がついてて便利で、編集してる今もスタッフがつけてます。一つの時計でもベルトの素材や色を変えるだけでこんな感じで雰囲気を変えることができるので、その日のファッションによって変えて楽しむことができるのがいいよね。ちなみにこの時計はマリという種類で、さっきの2種類よりも水に強く、ダイビングなどもできるほどの防水性で、夜間には光るため暗いところでもしっかり時間の確認ができるので、キャンプなどのアウトドアの時にもおしゃれに使えます。他にもいろんな種類があるので、ぜひぜひサイトチェックしてみてください。概要欄の方にリンク貼っておきます。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。